RSK 産業放送、RSK 産業放送株式会社、産業放送、RSK サニオブロードキャスティング COLTD は、岡山県を放送対象地域とした中波放送、AM 放送事業と、岡山県と香川県を放送対象地域としたテレビジョン放送事業を建営している特定地上機関放送事業者。略称は、 RSK、ラジオ作業、KK、QI 賞、ラジオ産業、1953年から1961年の間仕様に由来する。本社は、岡山県岡山市。テレビは、巡行域放送と呼ばれることもあるが、総務省令放送法施行規則別表第5号、中11にある通り、法令上は、県域放送である。また、 地上端ぃガイドの岡山、香川地区のホスト局である。RSK 山陽放送のラジオについては、RSK ラジオ、テレビについては、RSK テレビを、それぞれ参照。筆頭株主は、岡山県で、山陽新聞社、倉れ、岡山市、天馬や、倉敷防石などが、主要株主。系列新聞は、山陽新聞。ニュース名称はテレビが、 山陽 TV ニュースラジオが山陽新聞ニュース。新聞のラテランの局名クレジットはこれまで山陽テレビと記載されていたが2012年9月12日に解消され同日より RSK テレビと記載されている。TBS 系列の系列局の中では東北放送 TBC、静岡放送 SBS、中国放送 RCC と 並び JNN 機関局、5社連盟に次ぐ有力な局、準機関局とされている。かつては、本放送局から JNN 回路市局、現在は閉鎖へ、記者が派遣をされていた。長期取材による調査報道やドキュメンタリー制作では、香川県と島の参拝不法投記事件をスクープした実績を持つ。また、毎年6月に、 全国放送のネット番組を放送している。創立50周年を迎えた2003年から、毎年10月翌年3月の間、テロや災害で苦しむ世界の子供たちを救済すると、共に、学校や職場、家庭や地域で、命の尊さ、平和について考えるテレビラジ統一キャンペーン、救え、戦場の子供たちを実施している。2006年度からは、 これまでの国際貢献に加えて、子どもたちを地域の人たちで守るためのシステム作り、安全、安心の街づくりを呼びかける内容にし、キャンペーンタイトルも、Peace for the Children 地域、そして、戦場のに変更した。サヌキうどんブーム日付役の一人、アイハラディー、イコールディレクターは、香川県出身の採用放送社員。自社制作番組、ボイス二十一で、サヌキうどんを、 幾度となく紹介し、ブームを盛り上げた。自らも番組によく出演している。芸術家、岡本太郎の東藩デリーフ、躍進を保有している。もともとは1972年の山陽新幹線、岡山開業に合わせて、岡本に制作を依頼したもので、長年岡山駅の顔として親しまれていた。2020年完成予定の山陽放送新社屋に、 移設されるる。予定であるイメージキャラクターは、1998年6月から RSK の各文字をキャラクター化した3匹の妖精、プルルンが使用されていたが、2006年4月をもって使用を取りやめ、同年6月から新キャラクター、アレスケ、名前のアレスケは RSK をもじった名前と6単、同年12月までは名前が明かされていなかった。 テレビ型のサブキャラクターで耳が産業放送の地上デジタル放送のリモコンキー ID であるロックの形になっている。名前の方もここから命名が登場した。また同局のメールマガジンのキャラクターにアットちゃんがいる。またラジオでは2008年10月からラジオ戦隊キクンジャーナルキャラクターが登場。5人組で全員アナウンサーが声を担当している。 2008年が、山陽放送、現、RSK 山陽放送のラジオ開局55周年と、テレビ開局50周年にあたるため、岡山、香川の地元のテレビ、地元のラジオを意味する記念キャッチフレーズ、地モ TV、地モ RA、RSK、地モ TV、地ラ、RSK、コピーライターは、松本講師を、 テレビの開局記念日である2008年6月から11月頃に使用した。2011年10月1日から2013年3月31日はもっとずっと RSK が使用され、翌4月1日台はありがとう60年もっとずっと RSK のキャッチフレーズ、RSK 創立60周年記念キャッチフレーズ、使用されている。 かつては、岡山市の旭川沿い、山陽新幹線の鉄橋近くにある、関連会社、山陽映画、現、RSK プロビジョンのビルの屋上に、リファインドプログラムスピーディニュースキーアホーカヤマと、RSK の頭文字が記された同社の広告が、設置されていた。かつては、名古屋と姫路にも、支社を置いていた、香川県における、活動拠点として、 高松市中心部の中央通り沿いに四国支社を設けている。透明ビルの1階と2階に入居していて、1階には中央通りに面したオープンスタジオ、RSK オリーブスタジオがあり、イブニングどんどんさぬき、月曜月曜、火曜火曜水曜金曜水曜、現在は RSK イブニング5時、水曜の生放送などが行われている。 四国支社は1964年6月1日、高松支局として開設、その後高松支社を経て四国支社となる。2007年5月28日にはそれまで入居していた高松市番町一丁目にある日本生命高松ビルの建て替えにより小町の透明ビルへ移転し、オープンスタジオが設置された。この移転によりスタジオも16、9HD 対応となったが、 本社までの伝送回線がハイビジョンに対応していなかったため、四国支社制作の番組は2008年10月まで16、QSD による放送であった。また移転作業のため、2006年度より、毎週1回高松から放送されていた、イブニングどんどんさぬきは、移転前1ヶ月間、スタジオではなくこと平町や、夢タウン、高松などからの公開性放送を実施した。 前述にもある通り、かつてはエジプト回路に支局を設けており、エジプトを中心に周辺の中近東諸国も取材対象となっていた。当初はレバノンのベイルートに設けていたが、情勢悪化で閉鎖、回路に移した。当時は時局のニュース、特に RSK イブニングニュースで中近東からのリポートが放送されることがあり、RSK イブニング5時の ニュースコーナーで昼前の JNN ニュースで放送された A を使う際に必ずカイロから RSK 記者の報告ですと付け加えていた。現在の代表取締役会長である原健一は湾岸戦争当時のカイロ支局長だった。JNN 海外支局再編のため2012年3月をもって閉鎖された。岡山市の各浜に建てられていた放送が 所有していたかし、オフィスビルで、当初は関連会社等が入居していた。2009年4月からは、岡山市の政令指定都市工事時に、同施設の1から3階に中区役所として暫定利用されていた。その後、土地建物は岡山市に買収され、2016年12月に、同敷地内にて区役所新庁舎が完成した後は、旧庁舎は閉鎖された。現在は、 建物は取り壊されて、区役所の平面駐車場となっている。企業、団体の名称、個人の肩書きは、当時のもの。出展。RSK 採用放送は、北日本放送同様、地方局ながら開局当初から、主に技術面で全国発が多いのが特徴となっている。報道局アナウンス部に所属は、元アナウンス部長。 例の人物は現在、RSK の番組に出演をしている。以上6名は、RSK のラジオ放送開始前に、有楽町の毎日新聞東京本写真館内の、ラジオ東京で研修を受けた。当時の講師は、中村洋介、坂本荘、吉田健次、小坂秀治、大塚則夫、渡辺人造、全員 NHK 出身の当時のラジオ、東京アナウンサー。 地元、岡山県出身のアスリートへの支援を通して、社会貢献を取り組む目的で、2018年より、女子ゴルファーのサポートを行っている。所属選手の渋野ひな子が、全英女子オープンに出場した際には、マネージャーとして派遣した、自局社員が青いアフロのカツラを被っていたことから、海外のメディアから注目を浴びた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。